鹿本教授です。はい、今ですね、新4号を走っております。まあ、この道はですね、3年以上前かな、まあ、何回かですね、まあ、レビューをしてます。まあ、初期のですね IDCD ハイブリッドについての動画はね、この道を走りながら喋ってると思います。はい、でまあね、このフリードハイブリッドを買ったっていうのも、まあ、その IDC ハイブリッドに魅力を感じて私は買ったわけですけど、まあ、この IDCD がですね一番得意とする、まあ、走行パターンっていうのが、まあ、まさにねこの4号線のような、まあ、時速60キロ、まあ、70キロくらいで、基本的に巡航するというコースなんですね。でたまに信号で、まあ、減速するという感じですね。で、まあ、この IDCD ハイブリッドをですね、まあ、高速道路の、ね、燃費が結構いいって話をね、してるんですけれども、まあ、それはね、EHEV、まあ、この IDCD の後に出てきた、まあ、実際はね、IMMD っていうシステムは、まあ、その EHEV っていうシステムは、まあ、ほぼほぼ IMMD と一緒で、その IMMD は、この IDCD よりも若干先に出てるシステムなんですけど、まあ、最近出てるですね、まあ、それこそ FIT4EHEV とかのハイブリッドシステム、EHEV よりもこの IDCD の方が高速巡航速行、高速道路一定巡航とかいう環境だと燃費はいいっていうのは、まあ、いろんな部分で実証をね、私の動画で、過去にしてると思うんですけど、まあ、でも IDCD が一番ね得意なのは、まあ、高速走行っていうかこういうね郊外走行かなっていうふうに私は思ってます。っていうのも、まあ、高速走行ってなっちゃうと、まあそもそもハイブリッドのね魅力、ハイブリッドである必要があまりないっていうか、まああんまり減速高速走行だとしないと思うんで、だから回生ブレーキで、まあ回生ブレーキの効果っていうのがあまりね大きくなくなるわけですね、高速走行だとね。まあもちろん高速でも、まあ、首都高とかねそういうあんまスピード出なくて結構過減速多いみたいな渋滞気味の首都高とかだったら全然、ハイブリッドの効果あるんですけど、まあいわゆる一般的な高速道路というか、まあちょっとねこの辺は地方にお住まいの方とちょっと感覚出るかもしれないですけど、まあ、私のイメージする高速道路っていうのは、まあ、東名高速とか、まあ、東北自動車道とかね、そんなところなんですけど、まあ時速100キロですねで巡航するみたいなところ、まあ、実際には110キロぐらいかな、出してるから、まあ、メーター読みで110キロで実際100キロぐらいかちょうどっていうところですけど、まあそういうコースは、まあ、ぶっちゃけガソリン車で全然効率がいいんで、まあ、ガソリン車でもリッターまあ20ぐらいいくわけですね、まあ、CVT でも、まあ、CVT だとちょっとロスあるけどでもロックアップとかして、トルクコンバーターですね、まあまあ、リッター20ぐらいいきますよね。で IDCD だったら、まあ、100キロ巡航だとリッター21とか、まあまあでも2対20ぐらいです。ほとんど変わらないわけですね。まあ若干良くても、やっぱり高速走行っていうのは、まあそもそもハイブリッドである必要もないというか、まあバッテリーあんまり使わないんでね、高速走行だとね。そうすると、まあ、ただ重いバッテリーを乗せてるだけっていうところで、まあそのバッテリーとかモーターとかっていうのが、プラスに働かないわけですね。そうしたらガソリン車でいいよねって話になるんで、やっぱりハイブリッド車、この IDCD ハイブリッドですね。やっぱ郊外走行向けのシステムだっていうのはあって、やっぱりねこう下道で、まあ、60キロ70キロぐらい、まあ、下道とかあるいはまああのあれですね、まあ、自動車専用道路か、まあ、最高速度で80キロとかいうコースですね、まあとかだと一番いいのかなって、まあ、コスパが高いのかなって、そういう道を走る人にこそまあ向いてるシステムかなっていうふうに思うわけですね。で、まあ私もですね、ちょっとしばらくですね、まあ、3年ぐらい東京勤務になってまた栃木勤務に戻ったんですけど、まあ、そういった中で今後ね、ちょっと今だけですね車通勤をしてまして、まあ、今後はねまあ、また電車通勤に戻るんですけど、まあ、ちょっと今ね最近車で通勤基本的にしてまして、やっぱりねこういう道を走るとね、本当ね、もうこの車全く乗り換える気にならないというか、あとね、やっぱりね、この4号線はね、その FIT4EHEV あんま走ってないんですよね。FIT3 がよく走ってます。朝とかね、通勤時間に。
ット3ハイブリッドすごいよく見ますね。まあ、ガソリン車もあるんだけど、フィット3を結構見て、フィット4は全然ね、見ないですね。うん。まあ、それはね、まあ、皆さん分かってるのかね、やっぱ、そういう、こういうね、道、巡航っていう場合においては、やっぱり EHUV よりも ITC の方がいいということですね。まあ、これはね、高速道路で比較するとすごい差が出ますけど、まあ、郊外走行とかってなかなか条件をね、一緒に揃えられないんで、まあ、難しいんだけど、まあ、おそらくね、こういう郊外走行で一定巡航するっていう場合は、まあ、EHUV は直結クラッチのギア比的にね、ちょっと速度によって、効率変わると思うんですけど、まあ、高速よりもこっちの方が燃費の差は、まあ、出るんじゃないかなっていうか、まあ、同じぐらいかな。まあ、でもちょっとやっぱこっちの方がこういう郊外走行の方が、まあ、燃費というかコスパはいいのかなっていうね、こういう郊外走行で主に使うっていうのが一番 IDCD はコスパがいい使い方なのかなと、運用の仕方かなっていうふうに改めて思いますね。でこういう道を毎日のように走ってたらもう本当ね、EHUV を買う気は全く起きないですね。うん。まあ、直結クラッチのギア比が低めなんだけど、結構積極的に充電しますからね。うん、EHUV はね、いや、まあ、MVD はね。で、まあ、直結クラッチのギア比も、まあ、低め、低すぎかな、まあ、やっぱ70キロ、そうですね。うん、まあ、ちょっとその辺はソフトの絡みもあるんですけど、ハードだけじゃなくてソフト面でも考えても、やっぱりね、そうですね、IDCD には、まあ、いろんな部分でかなわないかなっていうところで、やっぱりこういうね、郊外走行をこう60キロ、70キロで一定巡航するっていう環境で運用してると、本当にね、IDCD がすごく合ってますね。本当に全然乗り換える気がしないっていうか、本当、まあ、そうですね、やっぱり。EHUV よりも IDCD の方がこういう環境ではねおすすめですね。うん、まあ、逆に今までのね、まあ、私がよく走行レビューでしてた、まあ、横浜と埼玉のね往復のコースでは、まあ、東京のね、都心通るコースですね、ああいうコースは、まあ、正直 EHUV の方が燃費は上がるでしょうね。うん、やっぱり変速でのロスっていうのは結構ありますし、回生執行も結構起きやすいんで IDCD はね。まあ、でもこういう道でもね、意外と回生執行は結構起きやすかったりするんですよ。高速域から減速するから結構バッテリー充電できちゃうんですね。60キロ、70キロから減速すると結構バッテリー充電できちゃうんで、それ60キロ、70キロで巡航中に EV77 秒発生、もしくはまあ EV77 秒を、まあ、発生して解除できたとしても結構バッテリー残量多い状況から減速すると途中で回生執行って結構起きるんですよ。まあ、正直ね、毎日のように回生執行を起こしてます。うん、なかなか、うん、やっぱりね、なかなか IDCD 厳しいですよ、そういう部分で。難易度めちゃくちゃ高いんで。まあでもその辺、神経使って走れば、まあ阻止はできるかなっていうところで、まあゲーム感覚でですね、まあ、走って、いる感じですね。はい。ということでね、今日はですね、ちょっと久しぶりにこの、まあ懐かしのコースというか、やっぱこの車を、まあ買った時にもね、まあ、この道路を結構使う予定でしたし、まあ、久しぶりにね、ちょっとこの4号線でですね、走りながらレビューをさせていただきました。そうですね、この速度域は本当に IDCD は一番ポテンシャル発揮しやすいということで、はい、これからね利根川を越えますけど、やっぱりねこういう道を走ってると、まあ、リッター31ぐらい、まあ、これちょっと雨の日の燃費も含めてですね、なんで、まあ、これからもう少し暖かい時期になってくるとより燃費上がると思いますけど、はい、という感じで、まあ、これ一番ねすごくいい環境ですね。まあ、もちろんもう少しゆっくり走った方が燃費は上がると思うんですけど、まあ、上がるんですけど33とかいくと思うんですけど、まあ、でもやっぱり IDC でもポテンシャル生かすってなったら60キロぐらいで巡航するっていうね、いうことですし、まあ、ちょっとこれ、あ、今日はこの燃費が、これは若干追い風な気がするんであんまり参考にならないです。まあ、平均速度というか、まあ、そうですね、60キロくらいで巡航して、リッター30ちょっと超えるかなっていうところですかね。うん、まあ、でもこれで、あれか、実燃費、満タン砲だと多分29とかそれぐらいかな、うん、という感じですね。はい。ということで、まあ、やっぱね、郊外走行
主体ですという方ですね。こういう、まあ、4号線みたいなね、こうずっと一定速度で巡航するっていう環境が、まあ、多いと、そういう環境で運用することが多いという方にはね、 ITC ハイブリッド改めてですねお勧めしますということで、今回はお話をさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。